いや、今日は昨日と打って変わって天気がいいですね。はい、晴れてます。昨日のあの雪が嘘かのように。まだちょっと気温はね、ちょっと寒いんですけど、とか風が吹いたりすると寒いんだが、日差しはあったかくて、ちょっともうこんな天気なんでね、ちょっと公園に行ってきたんです。さっき散歩がてらとちょっとこう日向ぼっこしに、公園に行きまして、あ、その店の目の前の公園じゃないですよ、違うところに、もうちょっとちょっと駅の近くにまた公園があるんで、そこ行ったら、なんかやっぱその春休み中だろうかね、小学生か、いや中学生だな、あれなんか結構チャリで集まってて、そこの公園割と大きい公園なんですけど、集まっててね、あ、なんか遊んでんなと思って行ったら、急に合唱の練習し始めて、何なんですかね、あれ、卒業式はもう終わってるよな、入学式のなんかあれなのかわかんないですけど、合唱の練習が聞こえてきまして、で、久しぶりっていうか、久しぶりにその合唱というものをさ、聞いたんですよ。聞くことなくないですか、合唱って。ほんと学校でも行ってない限り、もっと言うと、高校とかですよ、最後なんて。その合唱なんか聞く機会ないからさ、普通に普段生きてて。あ、合唱してるわと思って、久しぶりに合唱というものに対面したんですけど、あ、いいですね。僕ね、自分が小学校、中学校の時、小中高生の時とかは、合唱なんて大嫌いでね、あんなもん何のためにやるんやと、もうやめてくれと、どくさいなっていうふうに思ってたんですけど、今、改めてこう、旗からこう聞いてたんですよ、こうやって。下向こうの方でね、結構前の向こうの方で歌声が聞こえてきたんですけど、なんかあれはあれでいいな。なんかやっぱその、なんていうか、合唱ですから、一人の人が歌ってるわけじゃなくて、そこにいる人たちの様々な声が一つの、音楽になってるわけじゃないですか。うん。音が音楽になるというかね、なんかそういう感じがして、なんていうんですか？あの合唱の聞こえてくる歌声、つまり複数人が一つの歌を歌ってる時の歌声ってさ、やっぱ一人じゃ無理じゃないですか、出せないじゃないですか、あの歌声というか。あ、なんか遠くから聞いてたら、なんかいい、あ、なんか確かにちょっと合唱ってちょっとそういうところがいいのかもしれないなというふうに思いまして、久しぶりに聞いたら、合唱には合唱の響きがあるというかね、ああと思っていたという話ですけど、目がかゆいな。今日なんですけど、もうその、まあ、学生合唱みたいなのとちょっと紐づいてるかもわかりませんが、学歴の話しようかなと思って。学歴って意味あるか、どうなのか、必要かどうかっていう話を、僕なりにちょっとしてみようかなというふうに思いますので、Now でそういう学生の方とか、まあ、中高生、受験生？今年受験の人とかね。なんかちょっと聞いたらおもろいんじゃないかなというふうに思います。で、結論から言いますと、私の考えを。学歴っていうのは、学歴の価値ですよね。学歴の価値っていうのは、下がってきてると思いますし、これからも下がっていくでしょう。っていう前提の上で話しますと、とはいえ、学歴っていうのは、もう何もないやつの唯一の、なんだろうな、唯一のブランド価値、みたいなものかなっていうふうに思います。はい。本当そう思います。まあ、僕が今から話すのは、特にその学歴っていうのは、まあ大学の話をしますけど、
まあ今のご時世でですね、ほとんどの方のやっぱ最終学歴は、まあ、ほとんどではないか 50%60% くらいの人かは多分最終学歴がまあ大学大卒っていうのは結構まあ多いかなっていうふうに思うんですよね、うん、まあ多数派というかでね、そもそもなんですけど、まあその最初に言った前提の話からすると大卒っていうものにねもう価値があんまなくなってきてるじゃないですか。それこそね昔は40年前とか3、40年前くらいとかは大卒の方が少ないわけですから、大学卒業してるのが立派だねと、もうその大学に行って卒業しましたっていうその大卒の称号、まあ、学士っていう、正確に言うと学士っていうものだけでねある程度やっぱ価値があったわけですよ。でしょ、うん、大学に出てるというだけで、ね、ところが今っていうのはもうそういう時代じゃなくなってね、もう誰でも大学になんか行けるし、金を払えばどこでもどっかしらの大学入れるわけですよ、選ばなければね今の時代って、うん、なのでもうそもそもその大卒学士っていうものに全く価値がないくなってきてるじゃないですかね。どんなアホでも入れるんで、どんなアホでも受け入れてくれる学校があるんで金払ったら払わないかっていう、ただそれだけの話っていう、変えてしまうというそういう次元になってきてるわけですよね。なのでそもそも大卒の価値がないと。でもっと言うとその、まあ、大卒の中でもねいい大学に出てっていう、なんかそのいい大学に出ていい企業に勤めるっていうね、これこそこれもまあちょっと昔の、成功モデルみたいなもんじゃないですか。これも崩れてきてますよね。ね、いい大学出ていい企業を勤めて、終身雇用で年功序列だと、とりあえずそこにずっといれば、自動的に給料が上がっていきますと、会社がずっと俺の面倒を見てくれるんだなんていう時代はもう終わったわけですから。ってなるとやっぱなおさらね、まあ、大卒そのものにもあんまり意味がない、あんまりというかほとんど意味がないし、じゃあ学歴も昔ほど価値があるかと言われたらなくなってきてると。ところがね、やっぱね、僕もそうなんですけど、やっぱね、何もないやつ、何のこれといった何かがないやつにとっては、その高校生のとかの時間を何に当てるかってなったら、やっぱね、勉強が一番いいと思うんですよ。つまりね、例えばですけど、スポーツが得意な人だったらスポーツを、に時間を当てればいいと思うんですよね、勉強せずに。それはいいじゃないですか。その人は高校生の間の、まあ、その10代のね、後半の時間を、の時間の使い方として自分の、やりたいこととか、これだっていうことを見つけて、打ち込んでるわけですから、いいわけですよ。じゃあまあ、スポーツじゃなくても何でもいいです。音楽でも何でもいい。あるいは、なんだろうな、その自分のこれだっていう決めた何かとか、なんかそういうのがある人はそれに打ち込めば、それは時間の使い方として素晴らしいと思うんですけど、そうじゃないやつね。僕もそうだったんですけど、特に、なんかこれという才能があるわけでもないと。そして特に、将来これっていう何かもまだわからんというやつにとって、とりあえず、時間の使い方として、有効なのはやっぱ勉強だと思うんですよね。で、その日本のね、大学受験なんつうのは、正直な話、才能とか何も関係ないですよ。ほとんど関係ないと思うよ。関係ゼロではないですけど、才能がなければ、獲得しできないものでは全くない。ただ、やったかやらなかったかっていう、ただそれだけの話ですよ。学歴なんちゅうものは。大学受験ね。いい大学入ってるやつっていうのは、頑張ったんです。勉強。そうそうそう。何か特殊能力があって、何か特別な才能があるから入れたわけじゃなくて、まあそういう人もいるかもしれないですけど、本当に、勉強量、どれだけやり込んだかっていう、まあそういう話なので、だから、なんていうかな、何も見つかってないやつとか何の取り柄もないようなやつはとりあえず勉強頑張るっていうのはね、僕は大事だし、どうせね、どうせならいい方がいいに決まってるじゃないですか。学歴なんていうもんは一生もんですからね。一生使えるんだよ。高校の時に頑張っただけで一生使えますから。一生使えるパスポートを手に入れるようなもんで、それは。だから、まあ、頑張る、一つの道かなと思いますけど。そうそうそう。
だから一番良くないのは、なんか特に何もないくせに、なんかじゃあ勉強に打ち込むわけでもなく、あ、だら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 過ごしてですね、何も、何をしたんですかってなっちゃうのが一番良くないと思いますよ。当たり前ですけど。そう。で、そういうやつに限ってなんか学歴なんて意味ねえみたいな、学歴なんかクソくらいだ、そんなんで人間の価値は決まんねえみたいなこと言い出すんですけど、そういうやつに限って、いやいや違うんですよ、そういうこと言いたいんじゃなくって、そういうこと言いたいんじゃなくて、何も取り柄もない、あんたと同じような、もともとの人ね、下地が同じような人間でも頑張ったら獲得できるのが学歴なんですよ。で、学歴を持ってる、ある程度いい学歴ある人は頑張ったってことです。その瞬間に勉強頑張ったんですよ、目の前のことを打ち込んで。で、その結果、学歴を手にしてるだけであって。そうそうそう。そんなものは意味がないとか、なんかそういうことじゃなくて。わかりますかね？だからね、そういうやつになっちゃいけないですよ。ルサンチマンというか。と思います。勉強やるっていう、やった方がいいはいいんだけど、別に必ずしもやる必要なし、他の道見つかってんだったら、じゃあ音楽でもいいですよ。音楽好きならずっとギター弾いてました。いいじゃないですか。それでじゃあ例えば YouTube に上げたら、それがなんかネットで話題になって、その人のね、キャリアパスというか未来への道が開けたと、こんなこと今いくらでもあり得るわけですから、勉強に割く時間をそういうのに使って、そういう自分の道を進む人も いてもいいと思いますし、そうじゃない人は勉強をとりあえず頑張ったらいいんじゃないと。そうそうそうっていう感じかな。そう、だから学歴が絶対的な価値を持つなんていうふうに僕は思いませんが、とりあえずやるんだったら、てかやる、何もないんだったらやっとくべきかなって、勉強ね。そう。で、他に何かあるんだったら、いや、それやったらいいし、っていう。繰り返しになりますけども、なんもないやつ、なんもないな、俺。なんも持ってね、なんか特別のこれといった才能もね、こういう道も見えてね、っていうやつが、やるべきこと、目の前のやるべきこととして、与えられた唯一の道というか、そうそうそう、なんもないやつが、せめて何かこう手にできるっていうのが、頑張った人に何か手にできる可能性があるっていうのが、僕は学歴かなと思いますから、そういう感じかなと思います。はい。